はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様、カズサノスケ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金や、河野太郎裁判費用にやつさせていただきたいと思います。次期総理候補に高市さん株急上昇、あの毎日新聞調査で石破茂に次ぐ2位に浮上いたしました河野太郎転落、まあしばらく前に河野は転落してたんですけどね。世論です。エイドエイド、石破よかずっと良い、太郎だけは勘弁。どこの調査と思ったら毎日なのか、信用できるのか。セキュリティクリアランス通した功績は大きい。高市さんについては女性初の総理大臣とは言わないマスゴミ。石破と決戦だったら党内の嫌われ度で勝てそう。石破の方が嫌われているっていう。上川は産む機会発言で完全に失脚。茂木は茂木で全く人望がない。なんかわがままらしいですね、茂木ってね。岸田見て思ったけど、展望のない人間がトップに立ってもみんなが困るだけ。高市さんに浮上、油断ならない毎日の記事といえども嬉しいであります。毎日悪意しかないからね、こうやって持ち上げといて、油断さす気なのがね、我々を。高市さんならスパイ防止法とか改憲も希望を持てますね。岸田にないのは展望じゃなくて信念だと思いますよ。総理になってこれがやりたいじゃなくて、総理になるのが目的で、そういうの全然ないから、サジに右往左往でブレブレ、なんでしょうが、だと思います。信念がねえからブレる。増税だけにはブレないで邁進してますよね。500万円世帯、所得がですね、500万円の世帯だと、10年前より実質税負担が60万円程度増えてるらしいんですよ。岸田自民で絶望しかないですね。なんか岸田と決選投票した太郎は落ちぶれましたな、落ちぶれましたな。私みたいな一般人を訴え出る場合じゃなかったよね。3年の間にね、決選投票をやった3年前、3年の間にですね、コオロギだの、中国国営企業ロゴ入り資料だの、太陽光パネルゴリ押しバレたのとか、いろいろありましたしね。マイナカードの偽造は見破れる、目視でっていうのもありましたよね。失言、まだ石破が1位か。マスコミの石破推しは凄まじいですね。よっぽど石破だと都合いいんだろうな。毎日調査は自民党支持者限定で行ったものなんでしょうか。記事からは不明なんですけど、立憲や共産支持者もアンケートに参加できるとなると、パヨが望む総理が石破ってことになりますよね。石破ってあれですよね。いつでもですね、ああすべきだの、こうすべきだの、ビギビギしか言わないね。こうします、ああしますって具体的なことを絶対言わないの。こっずるいやっちゃな。こんなのリーダー無理だからやめた方がいいよ。急遽決まった電気代の国書乗り切り緊急支援、キロワットアワーあたり 3.5 円程度補助するそうだが、6月7月は支給が間に合わず、バカみたいと酷評バカみたい、7月間に合わねえのか、バカみたい。岸田総理と周辺だけで決めたようで経産省聞いていない。新藤経済再生大臣聞いていない。民民玉木代表、場当たり的で遅く、効果も限定的、政権が迷走していると批判。世論です。早く原発動かせ、バカじゃねえの。定額減税で支持率上昇しなかった、大失敗。岸田を辞めさせないと本当に選挙負けるよ。岸田に何を期待するというのか、間に合わないって7月は暑いってもうわからなかったのかよ。行き当たりばったりばっかり、トカゲ並みの知能、岸田の政治センスのなさには呆れると。6月も終わりですが、7月に国書対策間に合わないって本
当にバカみたいっていうかバカそのものですね。7月は暑いって知らなかったのかやって、6月でさえですね、あの関東で36度記録してんのにさ、新年なき、岸田総理の右往左往をまた見せられて腹立ちますね。昨日も言いましたが、キロワットアワーあたり 3.5 円程度補助するって、あのキロワットアワーあたり 3.49 円の再エネ付加税徴収されたの戻ってくるだけじゃん。補助でもなんでもねえよ。再エネ付加税もやめろよってね。すっぱりやめれば高級的にあの電気代安くなるのに、それは絶対嫌なのかって話だよね。何をバカなことやってんだって、あのバカがって話なんですけど、官邸周辺だけで、進められた。茂木と麻生さんと財務省幹部だけで進めたんでしょうね、いつものように。岸田はこんなんでも次の総理やりたいんだろうか。岸田が3期もやったら、もし3期もやったら本当に政権交代起きるよこれ。支持率一桁なんてね、内閣支持率。23年度 NHK 決算発表、受信料収入6328億円、前年度比マイナス396億円は過去最大の下げ幅だそうであります。大丈夫、来年も更新するから。その他収入203億円、収入総額6531億円、支出6668億円で136億円の赤字だって。赤字決算は1989年以来34年ぶり。赤字は繰り越し金で補填したそうであります。世論です。なんで6668億円を使うんだよ。これで同情を誘う気かよ。子会社に利益流して無理やり赤字にしてるの知ってる。職員が給料もらいすぎ、無駄遣いして赤字ですとかどの面下げて言うの。大谷本営権が数百億だっけ。やめたら支出を1割減らせるじゃん。野球に興味がない人まで大谷税を払わさられている。とりあえずバラエティは全部やる。まだテレビ持ってるけど民放含めマジで1秒も見なくなった。人口減ってるんだから NHK も縮小して当然なくなってもいいぞと。大谷翔平放映権料は約80億円で、支出の1割っていうのは間違い。そんなにいかない。 NHK の支出6668億円は人口約105万人の宮崎県一般会計予算6598億円とに匹敵しますね。ちなみにあの昨年の警察庁予算が3461億円でした。警察庁、警察全部、NHK が警察の倍近く役立っているとは到底思えないですけどね。私には NHK 職員数は13,343人、給料、厚生費、退職金などの、まあ、人件費総額が1543億円。なので一人当たりの平均所得っていうか平均人件費は約1492万円であります。まあ十分高いわね。その他の支出にもですね、子会社への支払いイコール利益減らしっていうのが相当あります。黒字分は受信料値下げの原資にしなければならないって法改正されたんで、赤字の維持に必死なんですよ。でその法改正された途端に赤字発表してんじゃん。ああ見事だよね。繰越金が7000億円弱あるんで、136億円程度の赤字ペースだと50年は持ちますね。値上げしないで、補填し続けられますね。受信料減少は396億円、件数にして37万件減少だそうであります。4144万件から4107万件に、1年間で、約160万人亡くなったのに少ないな、もっと減ってもいいよな。世帯平均人数は約 2.25 人なんで71万世帯が消滅したはずなんですけど、おかしいな。一箇所で何重契約もしてですね、ホテルだの病院などの事業所が NHK 支えてるんでしょうかね。世帯数がね、あの5400万で、契約数が4100万だから、契約率80何パーセントって威張ってたんですけど、それ嘘なんですよ。一箇所で何十も何百も契約してるホテルとかの病院が数稼いでんの。豊島区は年間200万円強の受信料を支払ってました。私、議会で質問したらそう言ってました。なんで、司書や図書館や男女共同参画センター、それぞれ、みたいな、公共施設に、それぞれ
れにテレビ置かなくちゃいけないんだって話なんですけどね、そんなとこまで来てテレビ見たいもんですかね。ネット調子も今んとこ思い通りにいってないのが朗報ですね。子会社に利益還流せずともそのうち自然に赤字になるんじゃないでしょうか。蘇州母子襲撃事件について中国共産党報道官、偶発的な事件で世界のどこの国でも起こり得ることだと述べました。世論です。世界中どこでも起こすの間違いじゃ、通襲事件とか中国あるあるだよな。日本人を狙ってんのにどこが世界中で起こり得るんだ。3歳児を襲うとかあってたまるか。中国にいる日本人は通襲事件とか知らないのか。世界中のどこにでも中国人がいるので起こりうることだ。中国と韓国でしか起こらない猟奇的反日事件、どの口で日本人は観光に来てとか言ってんだよ。世界中に散らばってる中国人が世界のどこでも日本人襲撃してやるからなって脅迫だろうと。3歳児に刃物切りつけるとか普通じゃねえよ。世界中で起こってたまっかっつーのね。世界中で日本人を襲ってやるって宣言ですかね。中国共産党の本質はですね、村を乗っ取った山賊山って思ってましたけれど、その表現じゃ甘いですね。なんて表現すれば悩みますね。言い草があんまりひどすぎてね。今日の単身です。すでに世界中にバカと知れ渡った経団連の徳良会長、円安は今がピークのような気がする。立場もわきまえず適当を言ってしまい炎上。やっぱバカだったわ。多分死なねけもなおねえなこいつな。今の円安は日銀が続けるゼロ金利の影響ですよね。経団連の会長はですね、立場もわきまえず円高を望むような発言すんなって。全くバカなんだから死ななきゃ治んねえよね。ここで1ドル360円になった状況を予想します。日本は1971年まで1ドル360円でした。で、ニクソンショックってご存知ですか。大統領ニクソンがですね、突然いきなりもう金本体制やめるわつってですね、もうこれからはドルはこっちで決めた感じで、するわでね、なってですね、ニクソンショックで固定相場制崩れちゃったんですけどね。その時はですね、250円にたちまちになっちゃって、で円高すごいってなってたんですけど、今160円で円安どうすんのって話になってますね。160円になったならば日本以外の国の自動車メーカー、家電メーカー、パソコンメーカーなどが全部倒産。日本メーカーしか生き残れない。夢の、ハワイ航路というフレーズが復活する。今は夢でも何でもないくなっちゃいましたけれども、昔はほら、円が安かったから夢だったら海外旅行なんてね。外国人労働者が来なくなってバンバン財。外国人観光客がどんどん来てどんどんお金落としてってバンバン財。エネルギー輸入代、石炭とか石油高くなって原発をフル稼働するようになってバンバン財。外国に価格で負けてた国産大豆や国産小麦などが大復活してバンバン財。工場が国内に戻ってきて雇用が増えてバンバン財。思いつくのざっとこんなもんすかね。そういえば昭和の高度経済成長は1ドル360円で成し遂げられたんだしね。360円だったから成長できたとも言えんですけどね。まあ異論は認めます。他にもあったらコメントで教えてください。1ドル360円になったらこんなことが起こりますみたいな、まあ教えてください。スイス国際経営開発研究所発表、どこ何者。世界競争力ランキング日本は38位で3年連続下落、過去最低を記録。岸田が3年も総理やってるのにむしろ踏みとどまってる印象ですね。岸田が総理になってから3年連続下落したんですかね。ひょっとしてもう38位でいいよ。なんとか国際機関の、発表は私信用しないことにしてますしね。万博会場からメタンガスでなく大便の周期の原因硫化水素検出。空気中の濃度 0.3ppm から匂い始める。匂いを感じ取れるようになるが、それよりもっと濃い 1.0ppm 超を
277回検出しちゃったそうで、月給200万円の万博協会さん、対策はこれから、のんきなこと言ってますよ。なんかもうダメそうですね、大阪万博なんかダメそう、日本リカバリー協会誰どこ、調査 78.3% の労働者が疲れてると回答、年齢が上がるほど効率で疲れてる、まあ当然ですかね、逆に疲れてないって答えた 21.7% が気になりますね、視聴者、動画ご覧になってる皆さんは疲れてますか、それとも疲れてませんか、疲れてないって、いい年した大人が疲れてないっていうのもちょっと気になりますけどね。私は肺がんの手術やって、右の胸がちょっと縮んでるんで、体がいびつになっておりまして、朝起きた時が一番右肩がコリコリです、凝っております。今朝は暑かったですね。暑くて目覚めましたよ今朝は。やっぱり部屋の中の温度が29度以上になると暑くて寝てられませんね。起きてエアコンつけて事なきを得ましたけれどもね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。